お久しモダン。ジェンドだ。新セットやら禁止改定やらで、結構メタが変わってるみたい。大事とは何だったのか。オパムも行かれたし、から双子神話の旧御三家が、仲良くモダン卒業という形に。感慨深いものがある。レガシーでの活躍に期待、ということで。大子四冠なるか?で、新環境。分布としてはこんな感じ。はい。注目したいのは、トロン系の衰退。そういやおなじみのカーンのサムネが見当たらない。土地コンボは、ミドタイタンを活用するのが主流になってるみたい。なるほど。それと、ウルザ系も大幅に減少。オパモの穴はそうそう埋められなさそう。で、カカンやバーンといった赤アグロや、メイン最強のドレッジは健在。人間やグリカゲ、イシカジなんかもいるぞ、と。というのを踏まえて、各パラメータを振り直して構築したものがこちら。どう変わった?考え方で言うと、アーティファクトとトロンへのガードを下げて、ペア全般へのガードを上げつつ、軽さや取り回しの良さを重視した感じ。プッシュ入れたのね。うん、赤アグロや人間の総数を考えると、1マナは多めに欲しい。血の影やれるのもポイントになりそう。2マナ除去は、トロフィー0、水尾2、戦慄掘り2の配分。トロンフォーカスなトロフィーは今回お役御免ということでしょうか。うん、ぶっちゃけ一番抜きたいカードだったしね。消耗戦に持ち込みたいのにリソース削れないという矛盾はあるよね。で、戦慄掘り加収紙にしようってなって。比較してみると、インスタントである利点は俗称で消えることもあるし。それだったら、より対象の広い戦慄掘りに軍配上げようって感じ。オーコは消えたけど、ジェイスやテフェリーは健在だもんね。3マナでは、コラコマをパルスに変更。アーティファクト特攻から、いわゆる丸いカードになった、と。コラコマもいいカードだし、今後の動向次第では、すぐ戻すかもしれないけど。今回は、環境変わって間もないってことで、対象の広さを重視。タイタンを処理できる貴重な除去という側面もありそうだ。で、あっちがタイタンなら、こっちもタイタンってことで。期待の新人、黒草をお試し投与。大好評発売中の最新セット、ゼロス冠婚期からの新戦力。脱出によるフラット受けと、66のパンチ力に期待しての投与。強豪コージェンドでスタメンの座を勝ち取ることができるか。周りが、ウーロやアンリコ牛で強化されてるし、こっちもいろいろ試したいところ。メインの変更点はこれぐらいかな?細かいけどもう一点、マナベースに基本地形を増量。これはまたなんで?まず、このメタゲームを見て、最初に思ったのが、血染めの月がぶっ刺さりそうって感想。確かに、土地コンボと多色デッキをまとめてハメゲーできそう。で、リストを見てみると、トップの赤単のサイドに、ブラッドムーンが確定枠として振られてて、これはマークしておかないと痛い目見そう。ってことで基本地形マシの構築。そういう経緯があったのね。うん。で、サイドは、赤アグロに対して、集団的蛮行の枠に、渇望の時をお試し中。除去しつつ回復、赤アグロだけを見るならディスカード不要の集団的蛮行、という働きでしょうか。他は、大体見たまんまで、思い切った点としては、定番の大爆発を防いようにして、破色に土地コンボと墓地の両方をまとめて対策させてる。これも何か理由が?大爆発も結構使ってるけど、土地コンボに対して1枚ぐらい引いても勝てないことが多くて。正直3マナかけて生きて妨害できたところで感はあった。それだったら、2枚以上を封殺できる可能性のある破色でクリティカルを狙う方が、勝つために必要な動きなんじゃないかな。というわけで思い切り構築。これが吉と出るか凶と出るか。それじゃあ、この75枚で、いざリーグ。なんでい、連続、水尾、ちなみ、土地さん。カードが全部単体で強くて、まさにジャンルって感じ。大満足キープ。土地がちょっと痛いというぐらいでしょうか。うん、連続もいるし、
できればフェッチを引きたいところ。相手はワンマリガン。手札的には人間デッキとかだったら嬉しいんだけど、除去ってチアニと行きたいね。マナクリ焼けるし、バイアル割れるしでいいことずくめ。が、まさかのゲンヤスターと正反対と言ってもいいカードだ。アミュレットタイタン、アミュレットムキタイタン、タイタンシフトのどれかでしょうね。じゃあなんすか、タイタン入ってるのは確定ってことすか。そうっす。はい。無事フェッチも引けたことだし、連続。こういうマッチアップではどうなんでしょうか。正直微妙、けど最低限の強さはあると思う。とりあえず事故がなくなる時点である程度強いよね。どこまで行っても事故がついて回るゲームだしね。2ターン目は土地を置くのみ、やや重めの手札でしょうか。押し切りを狙いたいマッチアップ、つけ込みたいところだけど。ドローは推理、受け身なカードが重なってしまう。フェッチ起動、ライフは気にしなくていいし、黒緑アンタップインで。タイタンが出る前に押し切る作戦。うん、稲妻圏内までは詰めておきたい。連続奥義で稲妻連打、という目もあるでしょうか。一点本体、とかも言う可能性あるしね。今は、とりあえず中性値を上げてこう。手札が全く減っていない。と言っても土地ばかり。できればリリアナとかで美味しく運用したいんだけど。ギャレンブリグ、そういうのも入ってるのね。で、妊婦、ダフ4か。すべての土地タイプを得ながら追加セットランド、なかなかのインチキ性能に見えますが。実際、これで次のターン6マナ出るのが確定、なかなかのインチキだと思う。タイタン持ってれば出るじゃん。それよね、持ってたら押し切るのはかなり厳しい。ドローは土地。ファンデスでもできればと思ったけど。今のところ、有効な妨害はできておりません。危険なら、めくってみようホトトギス。お、殿下の宝刀チアニ、抜きますか。サイスはあまり活かせない可能性あるけど、とにかく妨害が必要。公開されたのは、リリアナ。お、これは当たりと言って良さそう。お互いディスカードか除去か。タイタンを持たれてると仮定して。妊婦を生かして返すと、お城を置かれて。6マナにジャンプされて、タイタン出されて。バラクート2個持ってこられて誘発。あ、そっか、全部山なのか。4分かかな、GG。ほぼ4キルやんけ。というわけで、妊婦生還ルートはなし。あれとタイタンの組み合わせがヤバいということがよくわかりました。となれば、やることは一つ。除去るしタイタンも持たれてないし殴り切るし、と言い聞かせるのに。開き直りの精神で5点、残り14。水尾打つってのもありだった気がするけど、もう踏み込んじゃったし、殴り抜けるしかない。潔はいいが、問題はここ、4ターン目6マナでヤツが出てくるかどうか。お城セット、は知ってる、オッケー。二度契約、これは。実質タイタン、着地で2個サーチまで確定、きつい。4ターン目タイタン、ワンマリからでもこの動き。加速としては、妊婦しか使ってないのにね、お城も加わって、相当安定性上がってそう。こんなのとまともにやり合うと考えると、めまいがしそうなカロリーの高さ。そりゃブラッドムーン使う側に回りたくなるよね、って話。ドローは土地。ありものだけじゃどうにもならない。引きに行きましょう。タイタンを除去できればまだ戦えそうだ。戦慄掘りかパルス、と思ったけど稲妻か。アグロには大変強そうなラインナップですが、今回は相手が悪い。ま、でも稲妻は使いである。ワンチャンは見れそう。本体に投げることも視野でしょうか。とりあえず、プレインズウォーカーたちを動かして。連続が大喜利1となりました。相手にもプレッシャーかかってるはず。ひるまずフルパン。一見チャンプアタックですが、手には稲妻。ブロックするようなら道連れに、スルーなら本体を狙いに行く算段。南米のサイズも上げときましょう。2個食べて44、7打点のアタック。
盤面は止まりそうだけど、どうにかして持っていきたいところ。5ターン目、アップキープに契約の支払い要求。タイタンで土地伸びてるから、支払いも楽々っていう噛み合いっぷり。とはいえ、某デッキで青契約を戦士のたしなみで踏み倒すよりは、真っ当な人生とは言えるでしょうか。これ、フェッチ切ってくれたら、稲妻チャンス来るかも。お、これで1点、残り6。連6殴らずに欲張ってくれればワンちゃん。ゾンビ生成モード突入、盤面はほぼ挽回不可能でしょう。ライフしか見てない。おっと、ここで仕組まれた爆薬 X2。連6退場、OK って言うしかない。どうやらコントロール的要素も持ち合わせているようです。標準リストで1枚差しされてるみたいね。嫌なところに刺さった。タイタンパンチ、そして誘発。回復内臓の土地入ってたら、ほぼ負けなんだけど。五重化沼とベズーバかな？オッケー、それなら、まだ勝ち目ある。原野をコピー、ゾンビを大量生産。稲妻の2枚目か、パルスでも3点追加で倒せる。トップデッキ次第というところまでは持ち込めた、あとは引けるかどうか。まず一発入れといて、残り3、カモン。土地。もう一枚引ける、これが最後の一滴。が、土地。残念、サイド後頑張りましょう。エルドレインからお城、テイロス2からニンフと、強化でなかなかすごいことになってますねこれは。いや、最近のセット、ほんとした環境に与える影響大きいよね。実際禁止もバンバン出てるもんね。サイド、破色は確実に入れたいんだけど、どれ抜くかが悩みどころ。推理は腐り気味だった気もしますが。アミュレット入ってるかどうか、今の一戦だけじゃ判別できないのよね。もし入ってたら、出されたと困るか。押し切りたいマッチアップだから、あんまりデッキ重くしたくないし。同じマナコストで入れ替えたいから、パルスでいいかな。トークン一掃は魅力的に思えますが。一掃したところで、そのターンのワンパンしか通せないし。また、すぐに再生産されるだろうしね。だったら、自分の動きを最大限残しつつ。破色を叩きつけて、そもそも、トークン生産体制に入らせない、って考え方で勝負。対症療法で忍ぶんじゃなくて、そうなる前に予防していこうってわけね。そんな感じ。それじゃあこの60枚で、いざ。プッシュ、追尾、連6、黒草、土地3。これは黒草の実力が試されそうな手札。脱出後の6打点、いかほどか。フェッチと除去でこやせば脱出できそうではあるけど、果たして。一応2マナハンデスでもあるわけですが。期待の新人キープ。アミュレットスタート、入っていたか。あれでぶん回られると予防どころじゃない。すぐ割りましょう。ワットコアミュ太郎。煉獄出したかったけど、背に腹は変えられない。お、破色も引いたね。次破色かな。ぶっ刺さればゲーム持ってけるかも。大爆発のポジションを奪ったそのポテンシャル、見せてもらおう。タイタンだけじゃなくて、タイタンを探すための契約も封殺できるから、かなり抑え込めるはず。アグレッシブな妨害、まさにジェンドのやりたいことと言っていいでしょうか。墓地を掃除する意味はあんまりないけど、コンボパーツ落とせる可能性もあるか。起動し毒ですかね。中性値高めに保つ意味はあんまりないし。火力や戦闘で落とされるってことはほぼなさそうだね。タルも引いた時にサイスに関係する可能性はあるけど、削ってる方が強そう、起動で。お、原野が落ちた。ラッキー、4枚も削ると、結構キーカード持ってけそうね。4ターン目、いろいろと選択肢が出てきました。チアミはランダム要素あるし、ハズレ引く可能性を考えると、今はいいかな。連6と黒草で、確実にリードを広げましょう。脱出用の墓地はまだちょっと足りないか。あえて回収しないって手もあるけど、さすがにそこまで介護するのはやりすぎな気がする。自然に超えるのを待ちますか。うん、とりあえず、普通にキャストでハンデスだけでいいかな。
そういや、これも血網でめくれるのか。それで、そのままガニ残ったりしないかな、と思ってテキスト読んだけど、さすがにそこまでガバガバ調整じゃなかった。ちゃんと脱出しないとダメ。そりゃそうか。え、同僚？心が折れたんでしょうか。でしょうね。それはいいとして、問題はコテで予防しきれるかどうか。1で分難易度上がりそう。うん、おそらく、何らかの脅威は予防しきれずに漏れると思う。どうする？なので、漏れたところに当てるカードとして、パルスを戻して。限られた条件での押し切りにしか使えない稲妻を2枚アウト。予防だけで逃げ切るのは困難、後手では対症療法も必要、と。考え方としてはそんな感じ。うまくはまってくれればいいですが。それじゃあいざ3本目。ダルモ、クロクサ、レンロク、リリアナ、アショク、土地に。入ってるカードが全部強い。故に初手も強い。大満足キープ。昔、パイオニア禁止のフリースペル。オーコは、まだ、初の試みが多くて、デザインや調整のさじ加減がつかめずにできてしまったカード、として理解できるけど。昔は、何回もやらかしてる、フリースペルのジャンル、なんで印刷所まで通ったのか、正直よくわからない。ウィザーズ内部で一体何が起こっているんでしょうか。モダン扱いにくいな、っていうのはあると思う。パイオニア設立も、そういう背景がないとは言い切れないか。一番壊れやすいフォーマットなのは、間違いないと思う。さて、2ターン目、仕組まれた爆薬、X2。リスト的に、2ターン目が空白になりやすいのかな。そういや、先のゲームでもアミュレットぐらいしか見てない気がする。最近のリストを見るに、今マナ以下の動けるカードは11枚で、プラス昔。無断にしては、かなり序盤が薄めの構築と言っていいと思う。トロンのようにある程度マリガンすることを前提に組んであるのかもね。ま、結局タイタン出せれば、一気に逆転できるしね。3ターン目、ニンフ登場。続けてセットランド、OK。おかえりランドとの相性いいよね。うん。最初はタイタンシフトが強化されるかと思ってたけど、入賞率から見てもアミュレットの方がうまく使いこなしてる感じ。手札消費の激しさをおかえりランドでカバーできてる。タイタンシフトでそのうち試そうとは思ってるけど、多分手札にそんな土地ないってなりそうなのよね。土地増量とかの工夫がいりそう。さてリリアナも並べてプレインズウォーカーマウントと行きましょう。エアノナの元に行われるえげつない行為。ああ、でもこれ、お城あったらタイタン出るのね。思考囲い、プラス推理、で動いた方が良かったかも。ニンフを代わり、ことなきを得たようです。セーフ、ちょっと手なりだったけど咎められずに済んだ。追加セットランド、これで手札は残り2枚。これで6マナ到達。タイタンが来ると見て間違いないでしょう。ということは、アショクを出すには絶好のタイミング。サーチを許すな、土地コンボを許すな。ちょうど追加アクションとして最適なプッシュ引けたし、これも打ちましょう。このリソースの奪い方、 R15 指定入ってもおかしくない。コンボはこれぐらいしないと死なない。1本目見たでしょ。はい。これでもタイタンでまくられうるわけで、そこをアショクで予防、完封と行きたいところ。そういや、アショクへの対抗手段ってなんかないの？かなりしにくいと思う。ポケモノ破壊じゃ倒せないし、うちにいる獣とか別軸の勝ち筋を仕込むとかになるんじゃないかな。と、ここで爆薬を起動、連続の奥義を嫌ったか。おかわりあるから OK、 アショクで削ってこう。今回タルもいるから、あえて起動しない選択肢もあったようにも思えますが。別軸の勝ち筋って言ってて、よく考えたら、ウーロとか可能性あるのと思って。そういうことね、そしてついにボス登場。厄介な能力は消せてるけど、ボディだけでも十分脅威。6マナ66、基本的にジェンドのクリーチャーでは太刀打ちできないサイズ。なので、リリアナで処理。
使い切りにはなりますが、タイタン持ってけるなら本望といったところでしょうか。で、煉獄おかわりでアドバンテージ補給。マジで手札減らんな。そろそろキャノピーランドでドローに変換したいところ。いわゆるマナフラ受けが恋しくなってきました。手札は残り1枚、黒草で剥ぎ取りつつ、脱出も視野に入れましょうか。目には目を、歯には歯を、タイタンにはタイタンを。コンボデッキが手札を持つ、そんなことは許せません。なんと、最後の1枚はタイタンだった。おいしい、これはかなりの精神的ダメージになるはず。ここで投了。3ターン目の動きがちょっと危なかったけど、なんとかなってよかった。お互い新カードの活躍が目立ったね。無断もいろいろ変化があって楽しい、ってことで。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。